葉の外側、ももの外側の筋肉を重点的にほぐしていきたいと思います。どうしても体幹が弱くなってくるとブレることが多いので、外側の筋肉を、ね、使いがちです。癖になってね、こっちばっかりが張ってきちゃうということがあるので、しっかりももの内側だったりお腹、お尻というところで、カバーしてあげるように、そこをね、重点的にちょっと力を入れられるように鍛えてあげることによって、こっち側の外側の、ね、筋肉が緩和されることがあるので、そこもちょこっとね、入れていきたいと思います。それではまずは膝立ちになります。膝立ちになるので、ちょっと膝がね、痛くなるとあれなので、ちょっと多めにマットを引いてあげてください。タオルでも構いません。で、膝立ちになるとレバーが短いので、骨盤周りにね、刺激が行きやすかったり、意識も持ちやすいと思います。でまず左右でね、少しほぐしていってあげてください。少しずつで結構です。違和感感じる方は少しずつほぐしてあげるように、手を当ててあげて、骨盤の骨ですね、腰骨の下あたりを少し、ね、押してあげるようにしてあげて、動かしながら少しずつほぐしてあげてください。押し当てるところも少しずつ変えてあげましょう。お尻の方の外側から後ろへ後ろへと回して、少しずつ少しずつほぐしながら、深く深く、またですね、ちょうどこの真ん中あたり、仙腸関節ですね、仙骨が真ん中にあって、腸骨があるちょうど間あたりも押してあげることによって、骨盤の歪みが少しね、解消されやすくなったりします。こう斜め前に押しながら、鼠径を伸ばすようにしてあげましょう。で、前から後ろ、前から後ろ、お腹はしっかり緊張させて締めたまま、前後にお腹を中心に前と後ろに動かしてみましょう。はい、じゃあ左右にね、もう一度戻してあげて、2回ずついきましょう。2、1、2、少し深めに1、2、無理ない範囲で少し大きめに、斜め前にいきましょう。1、後ろに当てて、お尻の外側から後ろに当てて、斜め前に押します。鼠径棒を伸ばすように、2、はい、今度は前と後ろ、前とお腹締めて、前と後ろ、前と、はい、後ろ、はい、そのまま前から後ろへ回します。右回り2回、反対回し2回、スムーズに股関節動くように。今度は少し骨盤を持ち上げてみましょう。さっきは左右にだったのを少し下から持ち上げて、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 ぐい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 、あと4つです。1、2、3、4、周り伸ばしていきたいと思います。まずは手をついてあげたらクロス、まあね、無理しない範囲で少しお尻を下げていきます。こう探りながら、一番ね、伸びが感じられるところを探りながら伸ばしてあげてください。お尻を下げて、もう一つ遠く行けたら、もうちょっと横あたり、1、2、3、4、5、OK です。今中に戻します。つま先を立てた状態で、かかとを遠く、つま先をして、前後に、ね、少し足首を動かしてあげましょう。体を全体をぐーっと押して前に出して、はい、 OK です。かかとをぐーっと後ろへ押して、手でぐーっとそれをサポートするように押してあげましょう。足全体が伸びてきて、全体に力が入るかと思います。右足ぐーっと力入れて、お尻の中ぎゅっと締めてあげてください。2、3、4、5、はい、緩めます。斜め後ろに伸ばして、お尻を少し引きます。4、5、今度は横に開いて、お尻を下げます。もう眠りなくやってあげてください。膝が曲がっちゃうよだと、ここで構わないです。3、4、5、はい、斜め前です。1、2、3、4、5、
スに体重乗せます。はい、前の足に体重乗せて1、2、3、4、お尻からももの裏側乗ります。はい、90度に曲げてその位置で体重を乗せます。1、2、前の足に体重乗せます。4、5、少し後ろに下げて1、2、3、4、5、最後ギリギリまでいけるところまでつま先が上がって引けるところまで2、3、4、5、はい、戻します。1回戻したら今度は外側の手を中に入れます。で、前の足に体重かけながら少し肘でこの膝少し開きます。1、2、3、4、5、はい、戻して90度あたりまで戻してきたらそこでも少し外に開くように2、3、4、5、戻します。もうちょっと伸ばして1、2、3、4、5、1回戻してからそのまま真後ろも少し引っ張りながらつま先上げられたら上げて、で外に少し肘で押さえながら無理しないでくださいね。気持ちの痛気持ちいい程度、伸びてるな、一番効いてるな程度のところで押さえてあげます。はい、戻しましょう。はい、戻して今度は反対側行きます。左の足をクロスしてそのままお尻を少し下げます。少しずつで結構です。でもうちょっと遠く伸ばしてお尻を下げます。お尻の横からももの横が伸びる角度。もうちょっと遠く。最後1、2、3、4、5。はい、真ん中に戻してつま先立てて両手で押しながらサポートしながら足首を動かして体を前に後ろに。5本指全体使ってあげるようにしましょう。小指も使って。かかとグンとして手で押します。手のひらでグーンと大地を押してかかとを遠く、足全体に力がこの左足ですね、お尻お腹もキューッと締まってくるのを感じてあげてください。締まりがなかったらもっとギュッと締めてあげます。はい、 OK です。はい、外側に開いて斜め後ろですね、お尻下げながら2、3、4、5、真横に1、2、3、4、5、斜め前1、2、3、4、5、真ん中に1、2、3、4、5、そのまま前に乗せて体重を乗せて1、2、3、4、5、90度で体重に乗せたまま1、2、3、4、5、少し後ろに引いて1、2、3、4、5、最後までいけるところまで1、2、つま先上げて4、お尻の伸びももの裏側感じます。戻してあげたら今度はもう一度前の足に体重をかけて内側に手を入れて体重かかった状態で少し膝を外側へ開きます。2、3、4、5、一旦戻して90度あたりで体重が乗った状態で少し外側2、3、4、5、伸び感はねご自分で調節してあげてください。少し伸ばして1、2、3、4、5、つま先上げて、はい、少しずつ外に肘でね体で押すようにして開いてあげましょう。付け根からももの外側が少し開いてくると思います。はい、 OK です。はい、一旦戻してあげたら膝を立てます。骨盤周りね、ちょっと鍛えていきたいと思います。膝でマーチ、足踏みですね、します。少しずつ持ち上げて骨盤もキュッ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 、少しずつ後ろに引きます。お尻触ってあげてお尻の筋肉がキュッとなるところまで4、5、
5、6、7、8、9、10 OK です。はい、ではつま先を立てて、そのままお腹がぐっと締めてあげるようにしてあげて、キュッと締めた状態から少しずつお尻を下げて、力が抜ける前に戻ってきてあげます。お腹、お尻、骨盤周りをぎゅっと締めてあげて、締めたまま少しずつ下げて、つける力入れっぱなしです。抜ける前に戻します。もう一回いきましょう。ゆっくりゆっくり下げて、お尻も締まった状態、ゆっくり起こします。背骨も引き上げて、ちょっと中間部で入っていきます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、ラスト1、2、お尻の中締めてギュッと締めます。で、一番締めた状態作ってあげてください。お尻ギュッ、2、3、4、5、 OK です。はい、 OK です。足を少しね、膝立ち、結構膝がね、お膝がきついかもしれません。ちょっとまあ、さすってあげて、ほぐしてあげましょう。そのまま膝を立てて、開く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 、1、8、このままパターン両方でほぐします。はい、右に倒して止めます。反対側で止めます。ラスト、足を伸ばしてブラブラ前に戻します。はい、大きくしましょう。背骨伸ばしていきましょう。はい、もう一つ大きく吸って伸びていきましょう。前から開いて胸を大きく開きます。背中締めていきましょう。